どうも、話ゲームズ話です。今回はプレミアスカットのコイン別おすすめスカットを紹介していきます。今回はプレミア編です。まずは10万コインのプレミアスカットです。僕ほとんどこれ使ったことないので使用感は分かりませんが、生放送で視聴者の方にねおすすめの選手を聞いて、かなり評価の高かった選手ばかり入れています。このスカットだいたい9万コインぐらいで作れると思います。トップがアントニオ。アントニオかなり強いそうです。約2000コイン、3000コインほどで買えるんですが、能力以上の強さがあるということでアントニオを入れています。トップ下デレアリ。デレアリはボランチでも使えるそうですが、もう全体的に能力高いのでどこで使ってもいいと思います。で右はペペ、ペース89、かなり強いと思います。で左もヘリペ・アンデルソン、これもペース89あります。でボランチのコスパはコバチッチとグバミ、こちら2人合わせて1万コインいかないぐらいです。この2人はねもうかなり多くの人が強いと言っていたので、10万コイン以内でプレミアスカットを作るのであればこの2人だと思います。左はレギロン。レギロンねペースも速いですし能力も高い、7000コインほどで買えるのでおすすめです。センターバックコスパはバイリーとリンドルフです。この2人が強いそうです。今回満優優秀ですね。右がカンセロで、キーパーはレノです。他に変えるとすればボランチはマディソン、ヌノンベレ、そしてンディディ、この3人が強いそうです。この辺コインちょっと高いのでコインが溜まってきたら強化してみてください。で右の候補としてはウィリアンで、左のサイドバックはメンディ、右のサイドバックはリカルド・ペレイラ、これが候補になります。コインが溜まってきたらこの辺と変えて強化してみてください。次に50万コインのプレミアスカットです。プレミアスカットはかなりコスパ悪いので、もう一段階強くしようとするとどうしてもね50万コインほどかかってしまいます。もしコスパスカットで強い選手を使いたいのであれば、セリエスカットもしくはブンデススカットがおすすめです。では50万コインのプレミアスカット紹介していきます。トップはバーディー。バーディー今作かなり評価高いです。ペース速くてフィジカルもそこそこある、シュートも入るのでバーディーおすすめです。バーディー10万コインほどします。で右はアダマ。アダマ・セメドのペア、これかなりいいと思います。アダマ3万コイン、セメド4万5000コインほどです。ここかなりコイン節約できますので、ぜひね使ってみてください。トップ下がフィルミーノ。フィルミーノ今作評価高いです。 FIFA 20ではね全く使われていなかった選手だったんですが、ドリブルがしやすくてスキルムーブが5あります。で逆足も4あるので、シュートも入る、ドリブルともできる、ペースもねそこまで遅くない、トップ下ならやっていけるというような能力になっているので、フィルミーノおすすめです。僕も使っていますがかなり使いやすいです。左はザハで、サイドバックはレギロンで、センターバックがルディガーとサンチェスの2人にしています。キーパーはエデルソンにしています。今作キーパーかなり能力差があると思います。エデルソン、レノからエデルソンにするだけでかなり失点減ると思いますので、エデルソン使ってみてください。で他の候補選手としては ST がジェズス、トップ下ハヘルツ。ハヘルツかなりいいと思います。ハヘルツも評価高いですね。で左がフェリペ・アンデルソン、もしくはウェルフワイン。ボランチシソコかなり強いので、シソコはボランチはそんな変える必要ないのかなと思います。左サイドバックチルウェルも一つの候補です。でセンターバックコイン足りなければバイリーかリンドルフ。でサンチェスは5万コイン以内で買えるので、サンチェスは入れるべきだと思います。最後に今ですね使っているスカット紹介したいと思います。現在ですねカンテとファンダイクが当たってかなりコインが溜まったのでプレミアスカットに変えています。プレミアスカットだとセンターバック今作ファンダイクとバランが強いのでファンダイクバラン使ってます。でボランチ最強はカンテです。カンテがいるだけでもう守備の安定感がぐっと増すのでカンテかなり高いですが頑張って獲得してみてください。
右はルーカス・モーラ。ルーカス・モーラかなり強いです。マフレズと比べ物にならないぐらい強いと感じています。ペース90にあってシュートがかなり入ります。角度ないシュートも入るし、高精度シュートも枠にかなり飛ぶので、ルーカスおすすめです。ウォーカーはもう安定の強さ。メンディは足が速くてもすぐ戻ってくれるし、守備も強い。デンペレがね、なかなか息をしていなくて、ルーカス・モーラが強い分右で組み立ててしまうことが多いので、ちょっとまだねデンペレを生かしきれていません。フィルミーノかなり強いです。オバメアン使っているんですが、ワントップで使っている方はオバメアンちょっと物足りないかもしれません。なぜかと言いますと、守備意識攻撃意識が両方高いなんですね。ですので裏抜け狙ってほしいのに、オバメアンなぜか後ろに戻ってきます。前にそのまま直線で走ってくれない。走らせていればもちろん走るんですが、 AI が勝手に前に走らせることが少ないので、せっかく足速いのに裏抜け狙う回数がかなり少ないので、ちょっとオバメアンワントップの方はちょっとおすすめできないかもしれません。ツートップで使うとオバメアン、ワンツーパスでね L1 押しながらパスを出すとワンツーで走り抜けてくれるので、そういう使い方するとかなり強いです。やはりベース93あるので裏抜けガンガン狙えます。ワントップでやる方はオバメアンの代わりにマルシャルを入れることをおすすめします。マルシャルにすると左がラッシュフォードを入れることができます。オバメアンとマルシャルを変えて、マルシャルを左に移す、そしてマルシャルの横にラッシュフォードを入れると、これ全部キミストリー10で使うことができます。ラッシュフォードとマルシャルの2トップかなり強いと思います。フィルミーノのところを足の速い選手にすることで2トップのフォーメーションにも合うと思いますので、ぜひやってみてください。今作ラッシュフォードの評価かなり高いです。はい、ということで今回おすすめプレミアスカットの紹介でした。プレミアスカット意外と安くて強い選手も多いので、ぜひ使ってみてください。もし動画が良かったと思ったらチャンネル登録・高評価よろしくお願いいたします。ではまたね。